6月22日、松阪消防本部で一般市民を対象にした上級救命講習会が行われました。今回行われた上級救命講習会は、松阪消防本部救急科が一般市民向けに応急手当の知識と技術の向上を目的に開催され、高校生から70代までの14人が参加しました。上級救命講習会では、心肺蘇生法、AED の使用法、異物除去、傷病者管理、外傷の手当、搬送方法などを実践して学びます。どっちでも構いません。受講者は、午前中に応急手当の基礎知識や救命処置、心肺蘇生法を学び、午後からは AED の使用法と AED を含めた心肺蘇生法を消防隊員から指導を受けながら実践しました。AED を含めた心肺蘇生法では、倒れている人を発見した時を想定して、最初に救助者の意識、呼吸の確認、次に周りの人に救急車の要請と AED を見つけてもらう指示、救助者への胸骨圧迫、AED の使い方を実践しながら学びました。オレンジボタンを押してください。ショップが完了しました。一時中断中です。直ちに胸骨。1、8、9、10、1、2、3。決まるんですよ。汗で滑るだけとか、なるべく同じとこを押したい。続いて、小児・乳児に対する心肺蘇生法や、飲み込んだものを吐かせる異物除去法を実践しました。こういう形で、そうですね、持っていただいて、こういう感じに前に押していただく感じ。こんなもんですか。そうですこんね。なもんですか。これでも強くやっても大丈夫ですか。大丈夫です。この後も受講者たちは、三角巾を使った骨折箇所の固定などの応急手当のやり方などを学びました。ここに委ねてしまう三角巾。これ胸張っとる。前に普通救命講習を1回受けて、そこで興味を持って、さらにこう上のことをしたいと思って、今回の上級救命講習を受けました。小中学校では何回かやったことあるんですけど、やっぱり日頃しないんで、こういう機会でやり方とか思い出すことができてよかったなって思います。はい、こういう時ほど落ち着いた行動が必要ですね。